はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はレンタル Wi-Fi、ね、iVideo の関連動画になります。これはね、まあ、関連動画というかね、あのコメントをいただいたので、ね、カズ大吉さん、いつもありがとうございます。 iVideo さんでサマリオン ZT も長期契約割引出ましたね長期割引契約しようか悩んでますっていうことでね、えっと思って、今ちょうど動画作っててね、その上ばっか見てたんだけど、ここね、うん、長期割引が本当だ、長期割引がお得、どれぐらいお得なのね、本当これ見えねえな、これ黄色にこの白って本当見えねえな、これよいしょとね、1ヶ月から6ヶ月までは4300円なんだけど、6ヶ月を7ヶ月目から借りると4085円ね、だ215円安くなるよっていう215円って言うと 5% ね、 5% 割引になるよということですね。 5% です。でね、カズ大吉さんね、これで長期割引もしやろうかなって、いや本当に決断するんであれば、おじいが思うにね、新規登録の方がお得かもしれないよ。新規登録でもう一回新しいアカウント作って、で400円のクーポンもらって、で今日事務手数料0円でしょね。それであとほら、明日までのさ、このクーポンコードあるじゃない、これ 10% 引き、これを使うといいと思う。例えばさ、これ例えばね、4085円だから計算が分かりやすいように10ヶ月間で今仮にちょっとやってみたんだよね。そうすると通常価格が4万850円なんだけど、 10% 割引になるんで3万6765円、それに消費税が加わって3万9706円ということになりましたね。で支払い金額は3万9706円ということになります。このクーポンはね、明日までなんだよね。 YouTuber 割引、2.6 万人いる YouTuber さんのねとこでも配布してたし、他のところでもね確かあったと思うよ、うん、iVideo の宣伝やってる方ね、うん、だいたいこれ貼り付けてある人が確か他にもいたと思う。おじい見かけたもん、確かどっかでね、うん、そうすると明日までこれ有効なんだね、このクーポンが。明日までって日付変わるまでかな、明日も使えるのかな、分かんないんだけど、このクーポンを入れると YouTuber 割引で 10% 引き、ポンポンポンって進んでいくとね、あるんだよ、うん、そこなんだよ。だから400円使ってで事務手数料が0円で、この 10% を使うと一番お得なのかな、これが一番安いんじゃないかな多分、うん、で使えたらラッキーね、ダメですって言われたらやめればいいしそれだけの話だよね、うん、ちょっとでもね参考になればですね、例えばの動画でした。以上です。またね、バイバイ。